悲しいわって言って、悲しいわって言ったわけじゃないですけど、目で訴えて、そう、ネプチューンマンが平日をマスクしてるから、ね、でもビッグジョブでもお面してるんで、あんまりその感情が伝わらなくて、こう、なんだろうな、付き合い始めて3ヶ月だった恋人同士のなんか、すれ違いみたいな、感じになってたんですね。うるせえ、俺だって人間だっつって。俺だって人間だ。俺だって普通の武道をたしなむ人間なんだよ。武道。ビッグザラ。待って。待ってって声を出していて心の中で。すごいですね。心の中で平日用のあの2個って言ってるの。ネプチューンマンですよ。あの2個ついてるマックに、その、平日用あれ、腰身の、ですね。腰身のをつけて、まんまで。じゃあ片手には言ってないけど、心の中でね思ってっつってね、俺だって違う名前名乗りたかったんだよ。